うぷ主のプレイが下手くそで、気をつけてはいるのですが、画面酔いなどする方はブラウザバックをお願いします。今日は霊夢がプレイしていくよ。今回は初めてのガチホコバトルに挑戦だ。真の腕が試されるガチのバトルってわけね。私ヒーローモードのステージ1しかやったことないけど大丈夫かしら。まあチームで協力して頑張ってくれよな。行くぜー。まずは真ん中にある金のシャチホコのところまで行こう。みんなそこに向かっているのね。そうだな。上手い人は先回りして敵を倒してるなんてこともあるのかもしれないがな。あったわ、金のシャチホコ。うわあ、爆発した。相手の爆発に巻き込まれるとやられてしまうから注意な。そしてこのシャチホコを持ってる人をお守りするのね。そうだな、敵が来たら倒してあげないとダメだし、足場を作ってあげるなんてこともしないとダメだぞ。気づいたらどんどん進んでたわ。相手の富士山みたいなところにシャチホコを持って行ったら勝ちだぞ。ここからが厳しいわね。霊夢のゴム攻撃でも食らいなさい。これこれこれ。誰も倒してはいないみたいだけど足場くらいにはなったかしら。あら、気づいたらシャチホコが後ろに。霊夢が持ってるんじゃないのか。霊夢富士山はすぐそこだったじゃないのよ。さっさと行きちゃえばよかったんじゃないか。自分で持ってることに気がついていなかったんだよー。アホすぎる。絶好のチャンスを無駄にしたわね。みんなごめんよ。今からそっちに向かうから待っててくれよな。バジューン。割と近くに着陸。何の意味があるんだよ。まだシャチホコもそんなに離れてないはず。まずは相手の動きを止めるんだ。あ、いたわよ。そこの人止まりなさい。なんとか防いだな。そこの敵を。ふう、なんとか倒せた。霊夢今度はしくじるんじゃないぞ。誰か私の護衛をお願いします。霊夢自身もシャチホコショット打てるからな。うまく使って進んでくれ。また何かやらかさないかドキドキするわね。シャチホコショットで相手を倒せたみたいだな。仲間も果敢に戦ってくれてるわね。あがが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 。霊夢どうした？シャチホコを持っているというプレッシャーに負けそうです。インクアーマーをまとった相手が前から来たわよ。誰かー、助けてー。とすかさずかわす。もう行ってしまえ。シャチホコショットでなんとか相手を倒せてるみたいね。ここまでかー。目の前に富士山は見えていたのに、まあ護衛がいない中であそこまで行けたんだからいいんじゃないか。ガチホコを奪われたわ。上の方にお互いのチームの近づいた距離が出てるから、時間切れになるとより近づいた方のチームが勝ちになる。今は霊夢のチームの方が優勢ってことね。霊夢来たわよ。オラオラ、シャチホコを返しやがれってんだ。霊夢後ろからも攻撃されてるわ。こんなにたくさん無理。ガチホコを防いだぞ。仲間ナイス。このまま制限時間までこっちに近づけさせなくても勝てるってことよね。とにかくこっちに近づけさせないことだな。それかシャチホコを富士山のとこに持っていくかだ。仲間がだいぶ進めてくれてるわね。今参戦するわ。そう奪われたか。霊夢爆発に巻き込まれる。で遅かったか。遅いわよ。ここまで来て負けるわけには、こっちはもう富士山が目の前だったっていうのに。って結構近づかれてるじゃないのよ。ああ、ここでやられるのはきつい。誰かー、もう近くまで来てますよ。これは結構ヤバそうだな。相手のカウントがどんどん減ってきてるな。カウントリードされちゃったじゃない。あ、やられた。ノックアウト。さすがガチマッチ。でもイカちゃんのこの可愛い顔を見れるなら負けも悪くないかも。次はリベンジ頑張ります。最後までご視聴ありがとうございました。あ、腕前ボロボロ。またねー。最後まで見てくれてありがとうな。鬼嫁ツイッター始めました。概要欄に載せておくのでよろしければフォローお願いいたします。よかったらチャンネル登録もよろしくね。